皆さんこんにちは、みのりんです。今日は最近作ったスクイーズをまとめて紹介していきたいと思います。それではまず1つ目、じゃん。で、今最近作ったスクイーズって言ったんですけども、これ多分数ヶ月前から半年ぐらい前に作っているものなので結構古いです。ですが、こういったまとめ動画に一度も出したことがなかったので、今回ちょっと紹介していきたいと思います。で、見てちょっとわかるようにフランスパンです。フランスパンのスクイーズなんですが、よいしょ、こう中が筆箱になっています。なので、こらスクイーズ持ってきてるぞって言われても、あ、先生これ実は筆箱なんですって言えちゃいます。ちょっとこうやって焦げ目とかつけてね。で、ちなみに私は適当に中をグルーガンで留めちゃったんですけども、透明なので見えちゃうので、それが嫌な場合は透明じゃない筆箱を使ったり、筆箱に色をつけたりとか、いろいろと隠してしまってもいいと思います。あとは糊の色を変えてちょっとジャムっぽい風にしてしまっても可愛いかなと思います。結構ふわふわで可愛い仕上がりなので、個人的には満足しています。はい、で、次紹介するのがこちら。こちらもすっごいふわふわのシュークリームのスクイーズなんですけども、こう中に入れられる小物入れとなっています。周りは普通のスポンジに布用絵の具で色をつけて、ここにシリコンでクリームをつけました。とここにこうやってチェーンがついてるので、バッグとかにもつけられます。低反発にしたい人は最後に速乾アクリアとか塗ってもいいと思います。はい、2つ目でした。では次はこちら、リンゴのスクイーズです。こんな感じで結構リアルにできていると思います。で、これただのスクイーズでなくって、あ、すいません、編集中のみのりんさん、ちょっと音量を下げてください。あ、大丈夫ですね。とこちらのスクイーズなんですけども、なんとシャリシャリなるスクイーズなんです。ちょっとマイクの方に持っていきますね。シャリシャリなるスクイーズを作りたくって、何がシャリシャリなるだろうなと思ったら、まあ、リンゴはなんていうか、シャリシャリっていうか、シャクシャクっていうか、似たような音を出すので、ちょっとリンゴを作ってみました。それと同時にですね、じゃん、こちらの洋梨も作りました。これも結構リアルにできたと思います。で、こちらももちろんシャリシャリなるスクイーズです。これをね、こうやって棚の上とかに飾っておいても置物みたいで可愛いと思うので、皆さんもぜひぜひ作ってみてください。では次のスクイーズを紹介します。次はこちら、モニマルズ風のリアルな赤ちゃんのスクイーズです。こうすっごいムニムニプニプニしてます。なんかプニプニしてるものって何かなと思ったら、人肌のゲルっていうぐらいだったので、何か人っぽいものを作ろうかなと思ったのがきっかけで、ちょっと赤ちゃんを作ってみました。この子は型を使わずに粘土から一から作ったので、すごい時間かかりました。なんですかね、ジンに出てくる頭の中に入ってる塩をちょっと思い出してしまうんですけども、例えばなんですけど、こんな感じでこう入ってたらめちゃくちゃ似てると思いませんか。ほんのちょっと不気味なんですけども、可愛くできたと思います。では次のスクイーズいきます。で、最後なんですけども、こちら、巨大いちごショートケーキのスクイーズです。しかもこれこう切ってあるので、中まで結構再現しています。布用絵の具で描いて、速乾アクリアとかで塗ってあります。ちょっと触ってみると、こうやって低反発な仕上がりになっています。いちごちゃんたちも全部低反発です。周りは全部シリコンで塗りました。皆さんどうですか？結構リアルにできたんじゃないかなと思います。
このケーキを一度も動画にはしていないので、もし動画を見てみたいっていう方がいたらぜひぜひコメントください。はい、今回紹介するスクイーズは全部で以上です。ケーキ以外は全部作り方の動画があるのでぜひ見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。